こんにちは、長塚漢方堂です。季節の変わり目になると花粉症をはじめとして抑うつ感、めまい、咳、風邪、肌荒れなど様々な体調不良に悩まされる方がいらっしゃいます。そこで今回は季節と体調の変化についてお話しいたします。このお話を聞くことで季節の変わり目をうまく乗り切るための小さなヒントを得られるはずです。まずは季節の変化についての説明から始めていきます。季節とは一年を天候の移り変わりによって区切った期間のことで、太陽の当たる時間や角度によって変化していきます。季節は大きく4つに分けることができるため四季とも言われますが、急に別の季節に変わるわけではなく連続的に変化していきます。ではそれぞれの季節の特徴を見ていきましょう。春は冬の寒さから気温が上がり、雪や氷も溶けてきて、土の中でじっとしていた植物の芽や鳥や昆虫などが外へ出てきて活動し始めます。この春の3ヶ月を東洋医学では発陳と言います。陳は陳腐や新陳代謝に使われますが、古いという意味があり、発陳には隠れていた古いものが外へと現れてくるといった意味があります。つまり春は冬の間に溜め込んだ古いものが勢いを持って飛び出してくる季節です。それは自然界の一部である人間でも同じことが起こっています。冬の間は気が体の内側を中心に巡り、内側を守ることを中心に活動していましたが、春になると体の表面に向かって湧き上がってくるため、外側へと向かう勢いも盛んになってきます。そのため体は冬に比べると活動に勢いがついているものの、まだまだエンジンはかかり始めですので、のびのびとゆったり過ごすことがこの季節には大切です。夜更かししないで早めに寝るのを心がけ、朝は早めに起きて軽めの散歩をするなどし、働きすぎず精神的にもストレスをため込まないようにすると、春の季節に合うので体調を崩さずに生活できます。しかしストレスをため込んだり激しい労働が長く続いていると、春の気と関係の深い肝気に異常が起きて様々な症状となります。肝気には気血を体全体に巡らせる性質があり、抑えつけられることを嫌い、のびのびと広がり発散し外に引き出す働きがあります。春になると抑うつ感を感じるようになり、精神的な不調に悩まされてしまう方がいますが、伸びやかさを好む肝気が春の気を受けてさらに強い勢いを持ったところへ、押さえつけるような心身の状態が続いたことで勢いを持ったままこもってしまい、内側で充満し強い症状となって現れます。夏は自然界のすべてのものが生き生きとして、植物も力強く成長して緑豊かになり美しい花を咲かせます。この夏の3ヶ月を晩秋と言います。晩は草が生い茂り生物が増えていくことを意味しますので、晩秋は生きとし生けるものすべての生命力が盛んになることを言っています。人間の体も同様に夏は生命力が盛んになって活動も活発になりますので、適度に体の内側の熱を発散しないと体調を崩します。体の中で生じた熱は血流に乗って体の表面へ運ばれていきますが、末梢血管が拡張して外へと放散されたり、汗が蒸発する時の気化熱によって体温は一定の状態に保たれています。ところが外の気温が異常に高すぎると毛細血管を拡張しても熱がうまく放散できなくなります。しかも日本の場合、暑さだけでなく湿度も高いので汗をかいても蒸発しにくくなり、熱が奪われないので体に熱がこもり体温が高くなります。それによってますます汗が止まらなくなり、体のエネルギーである気も、体の潤いである陰も消耗してしまいます。気が足りないので心臓をしっかりと活動させられなくなり、潤いが不足して血流がドロドロして巡りが悪くなって、体や手足がだるい、息切れ、めまい、意識の消失などが現れます。心臓や意識活動は東洋医学では心気が働きを調整していますが、心気は夏と関係が深いので、夏の養生を怠ると様々な心気の異常を起こします。夏の養生法は体の中に生じた熱を皮膚を通じて体の外へ放散することですので、
適度に運動して汗をかくことが大切です。しかし夏は大量に汗をかくことで体力の消耗も激しいので、夜更かしをせず早めに寝て、早めに起きて体力の維持を心がけるのも大切です。また熱中症というとどうしても水分摂取に目が行き、冷たいものが欲しくなりますが、冷たいものによって体の内側が冷やされてしまうとお腹の働きが低下してますます体力が落ちますので、飲みすぎには注意が必要です。秋になると焼けつくような暑さやまとわりつくような湿気がなくなって気温も下がり、空気が乾燥してきます。この秋の3ヶ月は陽平と言われます。陽は陽気のこと、平は凸凹がなくなってなだらかになった状態を指しますので、春や夏の外へ向かう勢いが収まって穏やかになることを意味しています。この時期は天地の気が引き締まって清らかに澄んでくるように、あちこちに散布されていた自然界のあらゆるものが一箇所に収斂します。人間の体でも同様で、春夏の時期には体の外へ盛んに向かっていた気の流れが体の内側へと戻ってきて内部を中心に巡るようになります。気候も寒くなり乾燥してきますので、病気への抵抗力が低下してくるため風邪もひきやすくなりますし、乾燥による咳、喉や鼻、皮膚の乾燥による症状も見られます。昼の時間が短くなってくるため、なんとなく物悲しい気分になる方もいます。この時期の養生法は早寝早起きをして穏やかに過ごすことです。あれもできてない、これもできてないと心を動揺させたり、遅れを取り戻そうと激しく活動すると体を冷やし体調を崩します。冬になると1年のうちで最も気温が下がり寒くなりますので、水は凍り、大地は凍てつき、草木も枯れ落ちて動物も冬眠に入ります。この冬の3ヶ月は閉蔵です。蔵を閉じるの文字通り、門を閉ざして閉じこもる季節です。人間の体でも気が体の内側を中心に巡るようになり、気血を巡らせる陽気が圧迫されて動きが停滞します。さらに寒さによって体内の熱を奪われまいと毛細血管が閉じるので、場合によっては痛みになり血圧が上昇します。この時期の養生法として、夜は早く寝て朝は少しゆっくりと起きるようにして、寒さから体の熱を守ることが大切です。ですので活動しすぎたり暖房の温度を高くしすぎて大量に汗をかくと体の熱が逃げて体調を崩します。ちなみにこの閉蔵の時期に体を冷やす食べ物や飲み物を取りすぎると体の中が冷え、余分な水分がたまり巡りが悪化して充満します。そこを春の発疹、古いものが外へと出てくる季節に花粉によって刺激されると、涙や鼻水によって追い払おうとする働きをきっかけにして水風船が破裂したかのように一気に吹き出して止まらなくなります。しかも余分な水分が停滞していると血管が圧迫されて、その先へは涙や鼻水の材料となる潤いは届けられにくくなります。そうなると花粉がやってきて追い払おうにも涙や鼻水が不足して追い払えなくなり、しかし気だけは送り込まれるので炎症が強くなり痒みが収まらなくなります。またストレスを強く感じる方の場合、気が滞って膨らんだ風船のように充満します。そこへ花粉がやってくると追い払おうとする気の勢いによって一気に爆発してくしゃみが止まらなくなります。ではまとめです。今回は季節の変わり目と体調不良についてお話ししました。季節の変わり目に体調を崩さないようにするためには、春夏はすべてのものが外側へ勢いを増す時期ですので伸びやかに発散させ、秋冬は内側へと戻ってくる時期ですので体の内側の熱を守るように心がけましょう。季節の変化に合わせて体も少しずつ変化していきますので、それに対応して生活も変えることが大切です。ご自分に当てはまるものがありましたら無理せずご自分の生活に取り入れてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。